東京日本橋の老舗料理店などで県中部産の食材を使った創作メニューが味わえるイベント、日本橋静岡食堂が始まりました。今日は桜エビを提供した生産者向けの試食会が静岡市で開かれました。駿河湾の宝石とも呼ばれる桜エビが揚げかまぼこへと変身、その名もゆいの桜エビ像です。いただきます。桜エビの旨味と甘みがぎゅっと凝縮されてます。外側が香ばしくて中がふわふわしていて、お酒との相性も抜群だと思います。県中部の5市2町で作る静岡中部連携中枢都市圏などは、地元食材の価値を高めようと今日から東海道の起点となる東京日本橋の料理店でイベントを始めました。日本橋静岡食堂と題して、マグロや桜エビなどを使ったメニューを提供します。美味しいですエビの味がすごいしますけどね、香りがいいですよね。やっぱり今日は由比港漁港で試食会が開かれ、桜エビの生産者たちはプロが手掛けた揚げかまぼこに大満足のようでした。桜エビは本当に繊細で、それでいてちょっと甘みやなんかも強いので、本当に美味しいのは美味しいんで、普段からも使いたいぐらいですけれども直火でちょっと炙っていただくのが一番いいんですけど、まあ電子レンジですとかね、あのトースターなんかでちょっと温めていただいて、生姜醤油かなんかで召し上がっていただいたりすると一番美味しいかと思います。特別メニューは老舗料理店やミシュラン星付き店など18店舗で提供されます。美味しいとか、まあ、静岡のこと知りたいよっていうふうに思っていただいた方が、その先ですね、将来的にぜひ静岡の方に観光で来ていただければありがたいなと思ってます。駿河湾産の桜エビは先月から秋漁が始まりましたが、初日の漁獲量は去年よりおよそ40キロ少なく不漁が続いています。さらに新型コロナの影響で需要も落ち込んでいます。生産者は今回のイベントをきっかけに桜エビのファン獲得や販路の拡大に期待を寄せています。桜エビも今本当に苦しい時代です。練り製品を作って直売所で販売していることもあるもんですから、まあ、一つのすごい大きなヒントかなと思っております。静岡自慢の食材を使った期間限定の特別メニューは東京日本橋の18の店で来月7日まで味わうことができます。